バスケットボール B3 リーグの金沢サムライズが2024-25シーズンのチーム初練習を野々市市内で行いました。今シーズンから新たに松藤孝明ヘッドコーチを迎えた新生金沢サムライズ。今日は選手や練習生7人が練習に参加しました。新チームでの練習初日とあって、今日は実戦を想定したシュート練習など軽めのメニューで汗を流した選手たち。金沢サムライズはチーム6年目の田中翔大選手が今シーズンも引き続きキャプテンを務めます。チーム自体が本当に新しく大きく変わるので、その分結果を求められると思いますし、そうですね、石川県の方に結果で恩返しできるようなチーム作りをしたいなと思います。また野々市市出身の酒井達明選手は期待の新戦力です。地元に、選手復帰ということですごくありがたいですし、本当に恩返しという気持ちを持ってコート内でもコート外でもしっかりと憧れられる存在になるように頑張っていきたいなと思います。金沢サムライズの2024-25シーズン開幕戦は9月28日金沢市総合体育館で岩手ビッグブルズと戦います。